というわけで、はい、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2017年取り年。取り年。僕ですよ。そうでしょ。取り年。そうでしょ。うちの嫁もそうだ。今年48だ。48、48。これで分かってたから言っとくよね。4回目のあれだね、干支だね。そうだね。よかったね。4週。あと1週する還暦で言っとくよ。俺だとね、そんなもん。まあ、そんな感じでございます。若いな。かかないよ、48歳もう50肩来てさ、もうね、うん、もうクリスマス頃からさ、もう右肩がよく分かんないんだよ、もうお茶碗もすぐやったもんね、今真面目な話だからな。それじゃあれじゃん、自分のあの生体ヒートシックを支えることすらできない。いや、もう持つのがやっとだよ、ね、わけわからん。まあそんな感じでございまして、そうだからね、はい、いいよもうそんな感じでございまして、はい、あのついにあれどう発音するんだよね、カービーレイクだかカビレイクだかキャビレイクだかさ、まあ、好きな方に言ったらいいんじゃないですか。そう、うん、じゃあ一応あのキャビレイクというキャビレイクで、はい、キャビレイク S ですね、はい、はい、でデスクトップ版が S ってことで良いのかな。そう、 S シリーズですね、 S シリーズですね、はい、はい、ついにですね、本日の午前2時に発売になりまして、うん、そう、俺だよこれ、これがこれだよこれ、俺だよこれだよこれ買ってきたんだよ、買ってきたんだよ自腹で、もうね、うん、やっぱりまた得が溜まっちゃうみたいな感じで、もう本当もう嫌になっちゃうもうもう何自慢し合ってるんだかさ、本当に。でもね、軽いんだよね、これね。ねあの、クーラーついてないからね。しょうがないよ、これ。4万何がしっ何がしって言われちゃう。ちょっとなんかムカつくよね。そう。ちょっと、もうちょっと重厚さ欲しいんだよね。そう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 。なんかさ、もうちょっと厚紙で作ってほしいよね。もうちょっとね、あの、一番上なんだからさ、せめてね。まあ、ね、はい、まあ、まあ、この上が出るとは思いますけど、おいくら前、4.7 万円ぐらい買えば。なんか高かった？ 4.6 万円。そんな高いよ。いやいや、もうちょっと安いやつは俺買った気がするよ。あ、そう、あ、秋葉原いろんなね、店舗ごとに、あんたおまけしてもらったんじゃないの。あ、憧れの KTR が来たみんな知らないからね、うん、いやいや、まあそんな感じでございましてですね、はい、4.5K ぐらいね、うん、確かに。まあ俺は4万6000だちょいぐらいだ。それ有名税だから。何言ってんだよ、わけわかんないよ。このひげわじいだから、ちょっと、乗せたもんだよ、買うだろ、みたいな感じで。うるさいな、もう。まあ、そんな感じでございまして、今日無事ですね。あの、さすがにね、午前2時だと、行けない、帰れない。行けない、帰れない。帰れないということで、あの、午前9時ぐらいから皆さん、そうですね、発売になって、はい、結構ですね、ポチポチみんないらっしゃって、あの、マザーボードと一緒にお買い上げっていう感じで。そうですね。はい、まあ、さすがにやっぱり自作ユーザーはね、マニアックな人が多いんで、あの、まあね、あれですよ。で、ですね、今日が金曜日ということでですね、イベントも今日はないだろうと。あ、ないよね。はい、はい、ということですね。でもあなたでしょ？え、今日放送3つでしょ？そう、3つ。3つでしょ？大変だよ。大変だよ、本当に。風邪も引いてるし。で、それで、明日、うん、明日ですね、7月7日。7月7日じゃねえよ。なんだよ。1月7日。そう。1月7日。大丈夫？うん、大丈夫、大丈夫。1月7日、元気よくですね、イベント、秋葉原で、うん、やります、やります。はい。ということで、こんな感じになっております。すっごい、スイッチが変わったから、早いこと、早いこと。早いこと、早いこと。半年飛んだ。うん。店舗周り、ほうけたの、高橋。いや、確かにね。まあ、そんな感じでですね、私とですね、鈴木さん、テクニカルアドの鈴木さんがですね、はい、回るところとですね、はい、あとね、加藤さんとですね、佐々木編集長、こちらが回る舞台。これ、どういう、なんでこういう名前になったんだろうと考えたのよ。うん。うん、我々二人だと、暴走するから分けようってことになったらしい。何かね、問題発言をする人がいるから、いるから、そう、そう、歯止めが必要だみたいな感じでしょ。問題発言が問題発言を呼ぶ可能性があるということになって、いかんと。そう、うん。だから分けようと。で、なんか鈴木さんなんかね、なかなかあの、まあ、ある意味で、でもあれは結構暴走するんだけどね。あ、そう。前回、あの、携帯放送でもさ、割となんか、鈴木さん、俺、やべえと思ったら、一番やばかったら、僕が見たら、僕が見たら、そうだよ。佐々木編集長の意味はですね、すくみずについて語るそうですよ。あ、本当に。最近すくみずだそうです。あ、本当に。うん。ノイズがあって来てる。え、ノイズが？はい。またか。え、KT のマイクじゃないの？ちょっと待って、ね。今日は集合マイクでしょ？もう大丈夫。もう大丈夫。はい。これがですね、原因が謎なんだけど、多分静電気だと思うんだけど、おそらくはその、なんて、蓄積したのが流れる。なので、ちょっと考える、それは。なんかあれじゃない、こう、楽しんでないの？いやいや、アーシング。53だから、あなた。いやー、これね、俺ね、Wi-Fi だと思ったのよ。うん、Wi-Fi だと思って、Wi-Fi のデバイスをやめたのね。ただだけどさ、ここにさ、こんだけさ、電波源があるんだからさ、無理。まあ、ここに電波源もあるしね。独電波ね。はい、独電波が。独電波がね。はい。はい、まあ、そんな感じでございましてですね、こういうのがあると、はい、いうことなんですけども、まあ、何を語るかというと、結局のところはやっぱりあれですよ、カビレイク S ですよ。ですよね。はい。それについていろいろ語っていこうじゃないかという話になってるんですけれども、まあ、そのですね、予告編という形ですね。
はい、今日ですね、いろいろちょっとやっていきたいなというふうに思うんですが、どっからいっかね。まずちょっとこれに合わせていく、それとも、ね、はい、ベンチやっちゃおう。いや、もう簡単に、簡単にいっちゃおうか、はい、一応ね、うん、いいよ、はい、今日マテリアル作ってきたんで。素晴らしい。というかさ、これどれだけ回す、うん、これかよいしょ、はいっと、はい、はい、これ上に出しても大丈夫かい。もういいですね、うん、はい、大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫、はい、はい、まあ、とりあえずね、うん、KB レック S ついに登場ということで、はい、今まで、昨年夏に、うん、U シリーズ、Y シリーズ、モバイル向けの超低レスバーみたいなの出てたんだけど、うん、今回ようやく、S デスクトップ自作自用向けと、うん、あとハイパフォーマンスノード向けの H が出た、うん、なので、まあ、要するに今回で、うん、まあ、KB レックは一通り全部出たみたいな、うん、まあ、まあ、もう実はもう一個あるらしいんだけどね、話噂によるとね、はいはい、はい、まあ、とりあえず、今回の S については、デスクトップおよび自作向け、うん、まあ、チックタック、ね、のそのうちは、まあ、タックプラス、タックプラスね、はい、最適化オプティマイゼーション製品、うん、なのでスカイウェイクで、まあ、積み残したことを もっとリファインしてっていう感じの位置づけの製品ですね。ムーアの法則が通用しやがったって話やね、もうね、まあね、まあ辛いでしょ、いろいろね、うん、はい、まあ、発熱の問題とかね、うん、はい、でまあプロセスルールとか基本アクセスは据え大きい、はい、で、大事なのはちょっとごめんなさい、ちょっとこれ誤解もある表現なんですけども、うん、一応、新しい Z200 シリーズ、あとインテル200シリーズマザーとキャビレック使う場合は、うん、実質的に Windows 10専用。これさ、うん、あえてさ8とか入れようとしたらさ、引っかかるってわけじゃないんでしょ、入るけどサポートされない、ドライバーが、どこにもしないと入らない、入らない、やっぱり、うん、あ、そう、ドライバーないので、うん、でまあ、あとサポートも受けるんだし、いろいろ面倒くさいことなんで、まあ、自己責任やってくださいみたいな、8、7は基本的に200シリーズのキャビーでは、うん、入らないと思ってください。じゃあ仮想マシンでやるのが一番か。そうね、ハイパー V 使うのが一番いいと思いますね、うん、はい、はいはい、よいしょ、で進化した部分はっていうものと、はいはい、今回ね、アーキテクチャは変化なくて、うん、IPC もほぼ据え置きなんですが、この内蔵 GPU がちょっと変化しましたってことで、HVC の、10ビットおよび、VPN の10ビットの、ハードウェアエンコードデコードが対応になってます。これさ、俺さ、あんたにさ、Facebook でさ、こう変わったよって言ったらさ、それが何の意味があるってあんた言わなかった。これ違う、これは、それは全然違う、あ、全然違う、はい、エンコードではない、エンコードデコード、これは全然デザインの話ね、はい、で、Netflix とか、はい、今、4K のコンテンツが PC でようやく見れるようになってるんですが、うん、必要条件が Windows 10であること、うん、Windows 10 の, その Netflix アプリか、うん、Edge を使うこと、うん、それとあとは、HDCP2.2 対応の 4K 液晶があること、うん、で最後にそのキャビレイク第7世代のコア、第7世代コアプロセッサーがいるってことが、うん、なので、うん、Netflix で、なんて 4K PC 見る場合はとりあえずこのキャビレイクはいるんですね、うん、それも何よりもあれだよね、液晶だよね、液晶、液晶ね、これ引っかかったんでね、僕も 4K 層を持ってますけど、うん、HDCP2.2 対応じゃないのよ、うんうん、でそれとどうやってもフレジーまでなのね、うん、で、あとは、あれだよね、HDR 対応にしたいじゃん、やっぱり。まあ、それはでも、いずれまたの話。いずれまたね。はい。ソースがね、ソースっていうか、あれがないか、コンテンツがないか。まあ、はい。うん、あとは、メモリが、まあ、とりあえず DDR2400 の方に、まあ、認知差が、上がったという話ですね。はい。はい、で、この世代、キャビレックSの注目モデルということ、うん、まあ、今回、ケース付きモデルが、はい、非常に面白い存在、はい、まあ、オーバークロッカー向けとはいえとも、まあ、ケース付きモデル今回ね、うん、全部ね、マックス 4.2GHz オーバーなんですよね、うん、はい、7700K、7600K 続いて、うん、今度は 7350K が出ますみたいな、うん、はい、TV なし、 TV なし、まあ、IC ですからね、うん、はい、IC は出てみたいんですけど、まあ、その代わり、クロックが 4.2GHz と結構ぶっ飛んだ速さになってる。これはあれですね、例のさ、昔あった、昔っていうか、まあ、今でも現行だけどさ、現行っていうか、使ってる人多いけど、アニバーサリーモデル。そうそうそう。ペンティアムの。そう。うん、20周年記念モデルにほぼ近い位置付けの。近い、面白いポジションと、はい、うん。はい。ですね。キャノンレクまで待った方がいいのかも。まあ、それを言われるとね。はい。で、ちょっとごめんなさい。ちょっとね、丸つける場所はちょっと微妙なんですけども、今回ね、ケース付きモデルのメリットっていうのがありまして、はい、無重力よりも黒が高いのね。うん、で、左側の丸の方ね、i5-7600K、ベースが 3.8 の MAX 4.2 でしょ。うん、で、7700、無重力の方は 3.6 の 4.2 なのよ、うん。なので、ベースが高い分ね、結構ね、i5 の 7600K の方が有利に働く場合もあるかもしれない。ちなみにこれ今7600、7600K なんだよ。あ、なるほどね。そうそう。うん、だから4コア4スレッド。ちょっと待って。乗せてないの CPU。え、乗せてないのって、だから。だって、
だって ここにあんじゃん、ここに。で早く見て入れなさいよ、だってあなたも。いやだから 7600K もあなたも見たいかなと思ってあえてそのまま言ったんでしょ。いやいや、だから俺だって持ってるよ。また次本当にさ、もう新年からもう罵り合いですね、もう一回ね。はい、であともう一個、うん、オーバークロック向けに一個一個ちょっと、機能が追加されました、うん、今までその FX を使うと、うん、スカイリフトまではちょっとね、クロックがガンと落ちるんですけども、うん、FX はオフェットレシオっていうのが、うん、設定できるようになって、うん、まあ、要するに、コアのクロックよりも、ABX の方のクロックを落とすことができて、うん、まあ、多忙ブーストを効かせても ABX がガンガン回るようになったという、これね、ブロードウェル E から、うん、まあ、インポートされた機能ですね。おー、はい、これはちょっといいかもしれない。はいはい、うん、よっ、これよっ。で、マザーマザーしかありましたということで、ね、これで来ましたね、はい、インテルの、200シリーズ登場で、まあ、はい、Z270、H270 って感じで、ね、まあ、ね、はい、ま、今まで通りと、うん、はい、でまあ、Z 機のみに、OC 対応と、CPU 側 の、 まあ、うん、マルチ GPU の時の、うん、対比分割がありますと。前回みたいなあれだよね、多分 先走りはないよね、おそらくね。ね、どうだろうね、K じゃなくても OK みたいなさ。どうだろうね、まあ、インテルの今回ね、その辺は対策してるでしょうからね。はい、で、まあ、今回 K が注目なので、やっぱり、K 付きを使うなら、うん、Z270、うん、はい、で、Z270 だけやっぱり多いんですよね、うん、PCI のエスプレッションのレインがね、うん、まあ、H270 は、H170 から H270 は4連増えた、うん、で、同じように Z170 か270だと4連増えて、うん、で今回、24連なので、これね、貴重オンボードデバイスは結構ね、そう M.2 がね、はい、2ソット出てきたりとか、あと上位機種になるとその U.2 の、 ポーターとかが出てきて、はいはい、もう連の奪い合いになるよ、これ。そうね、うん、はい、だから多い方がいい、はい、うん、なんであとはあともう一個、あと M.2 がほぼ標準されたことを、はいはい、うん、まあ、ほぼ2本ね乗っけてる ATX が多いですよね、うん、はい、あとは、2本乗ってればレードンを組める、うん、はい、でもあともう一個、オプテン、はい、の、オプテン SSE とオプテンメモリーの対応。これね、インテルのね、資料から見てるんだけど、うん、インテルの資料だとオプテンメモリーって書いてあるんですよ。はい、うん、で、だから結局のところ、そのオプテインの、あ、要するに 3D、クロスポイントか、あれを、あの技術を使ったやつ。そうで、あれで来て、なんかね、資料を見るとキャッシュじゃないけど、なんていうの、既存の、その要するにデバイスを速くするためにだけに使うみたいな使い方が出てなかった確か。あ、その、一番そのオプテンメモリで、うん、多分多分エンタープライズ向けに出るであろう、うん、なんだっけ、コードに忘れた、なんとかベイ忘れた、ど忘れ、ごめんなさい、うん、はい、とにかくオプテンメモリだと、うん、マンションベイカー、うん、が、オプテン SSE として出て、うん、多分今年かな、うん、はい、でそれとは別に、システムアクセラーとして、オプテンメモリが出ますけども、うん、一応ね、インテルの資料を見ると、うん、どっちも対応してるよって言ってるけど、うん、まあ、本当使えるのかなみたいなね。ある人に聞くと2ヶ月後ぐらいにオプテン SSD は出るって話なんだけどね、うん、マンションベイに多分ね、うん、はい、それはね、ちょっと楽しみですね。楽しみです、はい、はい、で、あともう一個、ESC3.1 のヘッダーピン対応の搭載マザーも出てますね。うん、今ここにあるの出てる？ついてる？これはね、出てないか。これはついてないと思うよ。はい。3.0 だ、両方とも。はい。で、ただし、ケース側の対応も一応なので。うん、Z270 だと USB3.0 の、ポート数が増えたんで、うん、そう、2つになってる。ヘッダーピンもあるけど、3.1 のヘッダーピンも用意してるマザーも中には結構ね。またまたケースの側の対応が。そう。で、ケーブルの質になると見送ったメーカーもあるんですよね。うん、アスロックとか。多分ね、だから、おそらくは5インチドライブウェイにくっつけるような形の、うん、ポートみたいな形で出てくる可能性は。そうじゃないと多分ね。うん、無理無理。うん、はい、で、多分 3.1 のヘッダーピンを使う場合はそのリドライバーチップっていうのが結構要になるのかなっていうね、うん、もう海外メーカーでもね、出してたのあるけど、やっぱりリドライバーチップの乗っけないとやっぱり信号のクオリティは保てないらしくて、はい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 、その辺がちょっとあれですね。 3.1 はね、はい、信号のクオリティ命だからね、本当に、はい、あともう一個200マザー共通点は、はい、とにかく光る。もうここにね、はい、これさ、ギッカビカ光ってるけど、これさ、みんな光る、やっぱり光らせてる。上位機種はミドルはより上だけ光るね。いやいや、光る、はい、もう光らせるしかない。その辺でちょっとね、僕ね、汚のない意見を言うと多分この番組消えちゃうと思うので、うん、 あまり言いませんけども、はい、はいはい、まあ、消せば問題ですからね。はい、大人になったね、俺もね。何が大人になったね。そういうのはね、あれですよ、生えてから言いなさい。はい、はい、で、まあ、これね、一応 Z と H の違い、はいはい、一応なんか9270あるんですけどね。
一応あれさ、3.0、 あそう 3.0 ポートがあれなんだよな、はい、10ポート、うん、はい、なんだよね。だからねこれね Z270 やっぱりね、新しいもん好きはねやっぱり Z270 買っといた方がいいよ。そうですね、まあオプティに使えるっていうのがね、うん、大きいですからね、うん、でよいしょ、あごめんなさいちょっとね、あのいいよとりあえず、うん、まあそんな感じね、はいはい、はい、という感じでございましてですね、大変だ、はい、もうでまあ今回ね、うん、あの面白いのはやっぱりあの過去の、Z170 マザーに、まあ、そうね、あの100シリーズマザーに、はい、キャビーレイクをつけたり、うん、逆にあの200シリーズマザーに、うん、スカイレイクを乗っけたりみたいな、そんなあのことができるんで、うん、ただプレートパスとかね、うん、ただあれですよね、100シリーズにその、カビレイクを乗っけるときには必ずそのバイオスのアップデートっていうのちゃんとバイオスとか UEFI のアップデートをやってほしいということ、はい、であとはねあのこれ恐ろしい話だって実は事前に話をしたんだけど、Z170 のシステムを、Z270 に移しても、とりあえず動くんでそこでドライバーを入れれば、一応普通には動いた。まあそれはね、うん、まあ一応まあ、あんまそれってさ、あの、うん、前々からだよね。いやいや、そうそうそう、だから、うん、でもガクンと変わるとさ、ダメだったじゃん。まあ、そう、Z170 と、と結構そうそう、Z170 と Z270、一応親戚と思って大丈夫ということですね。はいはい。はい、そう、マザーね、今コメントあったけど、そう、うん、マザー先行買いでもいけるみたいな。いけるいける。うん、はい。まあ、だから両方買えない、今買えないけど、とにかくどっちか入れたいっていう場合には、基本考え方としてやっぱり Z270 でしょうねっていう話。そう。あのマザーボードの方でしょうねって話。はい。で、それにスカイレイク、今使ってるスカイレイクを入れて、で、お金が貯まるのを待つなり、こう i3 が出るのを待つなり、K が出るのを待つなりっていうのはいい。うん、そうそうそう。またノイズが。またノイズが。また僕電波。定期的に出てるね、これは。そうすると。うん、OK ね。うん、今 OK。はい。放電もさ、あんた放電してんじゃないの？電球あのナマズみたいにさ、定期的にさ、動くとね、これね、そうそう、ビリ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 ね。まったく、まあまあ、KTU のマイクじゃないですよ。KTU さんのマイクは股間にありますんで、それはとりあえず。まあ下品なこと。いやいやいや、まあ、いいからいいから。1月な、6日は。6日ね、はい。まあそんな感じでございましてですね。はい。こんばんは。危うくまたこんばんはずって言って。いやいや、まあそれは置いといて。はい。うん。マイクじゃないそのマザー見せてあげない？あ、はい、いいよ、うん、僕も別のマザー買ってきたから、はい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 、見せびらかしてもいいんだけど、おう、そうか。まずね、これがね、ギガバイトの、あれですね、ゲーミング9、Z270 ゲーミング9ですね。ね、これをね、どう発音するかっていうのは多分、ね、オーラスね、はい、あのギガバイトの人に聞こうと思ったんだけど、オーラスという新しいシリーズがプロモビデオがビデオに出てます。オーラスって言って、あ、そう、はいはい。で、ビッカビカ光ります。はい。で、あの、はい、アコさんが今日買ってきました、はい、はい、アスロックの、Z270 ゲーミング K6。 これは、あれ、ファタリティじゃないのね。一応ファタリティブランド。あ、そう、ちょっと、はい、微妙。よし、これ飲もうか。これビッカビカ光る。これも光るんですね。なるほど。ビカビカじゃないよね、うん、はい、はい、ということでね、まあ一応ですね、あのアスロック VS、ギガバイトという図式ができたところ。そうね、うん、じゃあ、あの我々が勝ったやつ対決をしようじゃないか。どうやるのこれ。中の神秘どうやって割るの、こうやって。いや割れた方が負けみたいな。まあ、そんな感じでございます。大体2つ合わせてあれか、8万円コース、8万円コース、8万円以下になるか。7万円ちょっとぐらいでしょ、僕の場合は。うん、はい。いろいろは、これ割引とかついてちょっとね、お値段がちょっと張るんで、うん、これだとやっぱ。光ってるのはやっぱりね。うん、そんな光ってるのはね。いや、そうですよ。あと、あれが、これは、あの水の中タイプだね、これね。そう、EK ブロックの、EK ウォーターブロックのやつがね、一応ね、標準でくっついてるんですよ。これはまあ、ほら、エースーサーとかも、まあ、上のやつだよね。はい。だからここにこうウォーターポンプをつければ少なくともレギュレーターのところだけは。でもさ、うん、これマザーが今度だけにさ、こう、うん、CPU クーラーがさ、うん、TS15A ってのがあるね。ギャップがあるよ俺ね。だからもっとね、がっちりしたのつけてたのよ。ちょっと見せてあげて、CPU クーラー。あの、この CPU クーラーは、ショップではもう売ってないですけどね。そう。Amazon とかで売ってるんですけど、インテル純正の TS15A っていうクーラーなんですけども。なぜかね、加藤さんが比較用に持ってきた、旧システムの方もなぜか同じものがついていた。これね、うん、あまり冷え、まあ、そこそこしか冷えないけど、うん、扱い楽なんですよ、すごく。いや、それなりにうるさい、これ。うん、うるさい。うん。でも、扱い楽なんですよ、すごく。本当にあれですわ。よいしょ。
なんかあれでしかもあれだもんさ、ビデオカードがさ1080 の, リあのファウンダーズエディションっていうのも同じだったしさ、だからそれは今日持ってこいって言われたんだ、しょうがないじゃん、まあそれ置いといて、で今これが加藤さんが用意してくれた旧システムっていうのはこれサンディーブリッジね、2600、2600K の2600、2600ね、はい、だから要するにこれぐらいのところだったらもう乗り換えましょうということをですね、ベンチで見せたいなというので、うん、あえてですね、用意したものです。はい。はい、まあね、さすがにスカイレーク、670K 持ってる人から、持ってる人に、うん、買えっていうことは言えないからね。ああ、なるほどね。うん、乗り換えると言えないからね。うん。うん、それはそれ、うん、あれもいいもんですよ、みたいな、ね。ちょっと前の、ちょっと前のところの人も買いたい。そう、僕が歌いたいのはいい加減に、うん、サンディとかアイビーを持ってる人に、うん、もうそろそろね、次のステージ行こうんじゃない、行ってもいいんじゃないみたいなね。ほうほう、はい、KTU の両親ってあるわけないじゃん、この男に両親なんか。まあ一応あコメントに対しての返答だから、あんたに対して言ったわけじゃないから、いやいやいや違う、あんたに対して言ったわけじゃないから、うん、そうそう、あるわけないじゃん。まあそれ置いといて、でどうしよっか、まずじゃあどっち動かす、どっち動かす、こっち動かす、うん、こっち動かそっか、はい、うん、じゃあね、落とさなくていいかな、これ大丈夫かな、そうね、はい、大丈夫よ、はい、そう、じゃあちょっとね、切り替えましょうか、切り替えようと言って、この手動で全部やると、そう、ネットワークのやつ、ネットワークね、はいはい、マザーボードはこれは ASUS のあれですね、Z68 だね、あれ、あれ複製にしてマイクロスキーのね、うん、ちょっと待って、違う、こっちはねえや、そっちはそっち。キーボードが今回ね、はい、前にね、あれなんだよ。Windows キーがないやん。Windows キーがない。ちょっと待って。あ、それじゃ。ちょっと待ってね。あ、出ない。出ない。出ない。さてどうしよう。あれだよ。これ抜けに出たから。そっかそっか。そっかそっか。よっと。わ、来た。うん。抜いたところではね、もう根本解決しないような気もするんだけど、ただもうあれだよ、このキーボード繋いじゃビール、ここにはケツが決まってるというように、こういうつまらないトラブルで時間が失われていくみたいなね、いいね、この緊張感ね、ポコポン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 、やかましいわ、はい、よいしょ、はい、複製、OK、はい、OK、で、これはこのままでいいのか、うん、何か行く、はい、シネベンチ回してみる、とりあえず、うん、ちょっと回してみましょうか、はい、はい、じゃあシネベンチ、もうグラフィックあれなので、うん、CPU、 前だけ行こうか、とりあえず、うん、時間がないので、うん、はい、とりあえずシネベンチの、まあ、スタンダードの CPU テストだけ回してみますね、4コア8スレッド、そうなのでね、まあこの頃からっていうかね、真っ暗、やった、あー、取れてないわ。あった。何が？周波数が取れてない。ちょっと待ってよ。周波数が取れなかった。よし、来た。来てる？はい、来た。あ、また、また。また、ちょっと待って、ディスプレイが、複線して。うん、複線して。これ、キーボードこれで。あ、そっかそっか。もう見れないよ、うん、はい、あっちおっきいた、もうしゃがめちゃうよね、結局ミキサーが周波数取れないのよ、タイミングによって、なるほどね、うん、そう、はい、はい、まあ、こんなもんですよね、644、うん、そうね、はい、644、はい、はい、でもまあこれがまあ、うん、まあ向こうへ行くと、まあ、KB レイクですと、どうなるかみたいなね、だから今の状況だと、こっちがねメモリ8ギガなんですよ、うん、でこっちがメモリ16ギガっていう違いはあるんだけれども、それ以外はどうなるかなって、はい、いいかな、いいですよ、じゃあね、頑張ってね、はいはいはい、はい、ちょっとネットワークもつなぎ直す、うん、はい、キーボード、はい、キーボード、はい、キーボード、よいしょ、まだね、画面切り替えることさえ忘れてあれだね、なんかそう作業してるよ、我々ね、本当だよね、もうそうだよ、画面切り替えて、切り替えてない、そう、多分、皆さんには多分真っ暗やから画面が、なんか、ガンガン出てると思うんだけど、これで、取れてる、OK、OK、はい、じゃあ、シネベンチと、はい、シネベンチ、
エクイニ野郎。まあ、というかね、うん、一回も起動してないね、これね。一回も起動してないよ。そろそろシネベンチのね、時期バージョン出るらしいけどね。しゅうか、これ 7600K だ。じゃあ 7600K でいくつになるか。あ、まあ、そうだね、うん。まずはね。はい。うん、お客さん初めて。7600K でどうなるか。よし、じゃあしょうがないな。いいよ、ここは俺ん家だからあれだよ、俺の開けるよ。本当に？うん。ね、割っていいそれじゃあ。そこにね、カッターが刺ってるんですよ、あのペン立てに。もうグダグダね。グダグダ。新年早々。本当だよもう。そう、あの TS15Y だからね、ファンがうるさいんですよ本当に、マジ、うん、マジで。はい、はい、あれです。今あの画面に切り替わってますこれ。で、7600K、7600K でいくつまで？もうちょっと待って。うん、今もう心配なんだからさ。そうそう。よいしょ。はい、当時683。683。はい。7600K で、すでにもう超えてると。そう。だから、5年前か。うん。5年前だよね。あ、6年前だよね。6年前。6年前の i7 の、上の機種と、上の方のやつと、あとは、最新の、Core i5 の上の方のやつが、なんていうの？ほぼほぼ。うるさいな、もうガシャガシャガシャ。うるさいな、もう。ほぼ同じのね。ほぼ同じのね。現在の i5、6年前の i7 がほぼ同じ、はい、と考えてください。はい。はい、じゃあ7700にしちゃおうかも。はい、そうですね。うん、はい。じゃあ、手元カメラで一回 CPU を見せてもらえますか？はいはい。CPU。CPU 見せる？これ見せる？あんまりそんな、あれなんだけど、感動的なもんではないんだけど。こんな感じ。あと細かいようだけども、うん、今回はあれだよね、 CPU の形状変わってるよね、それね、うん、そう、あのヒートシンクっていうかヒートスプレッダーの形状がね、はいはい、若干ちょっと上下にね、うん、上下方向にもなんかこう段差がついて、うん、若干ホールドしやすくなった気がするしますね、若干。もう直した？あの、直した。よし。お、クリスも濡れて、そのまま行っちゃう。いや、もうついてるもんね、こっちに。ヒートシンクの方に。足りっか、それで。行くや、絶対。OK かな？はい、OK、OK。はい。よっ、よっ。よいしょ。お座りだけ。スッポン放送じゃないよね。中年にとってグリスは気休め。さあ、これで本当にブートすんのかしらみたいな。ブートしなかったら俺はびっくりするわいな。一応ここにさ、ほらパラメーター出てるんで、うん、うん、まあポストコードがね、うん、はい、あ、いったね。あれ、たぶんあれでしょ、あの CPU 買ったんでリセットしたんでしょ。違うよ、あの今ね、うん、Windows のロゴ出てから、うんうん、落ちたから、うん、割とね、これね、熱かい？いや、いや、あれ、兆候だよ、これ。何やった？熱？いや、熱じゃねえよ。ふふって笑う。ポスト通ってるんだよね。うん、通ってる。さっきの、今、ロゴ出てるから、うん、ほら、そうそう、オーラスのロゴ出てるから、うん、ほら、で、ウィンドウズロゴ来たでしょ？うん。で、ぐるぐる回ってるでしょ？うん。さっきこれ落ちたのよ。うん。今回行ったかな？どうだかな。俺が選んだあれだよ、 CPU だよ。一番あれだよ、信用ならないやん。こうやってこうさ、一生懸命こうやって見てさ、こうやって見て。そんなことさせてさせてくれ。ショップはどこにあるっつうの一体、うん、秋葉原のコスタリカかって言って、あれだ、買ったんだから。あなたが言うとなんか麻薬買ってみたいな。いや、はい、脱法箱買ってるんですかみたいな。さあ、はい、キャリーレイクの、7700K、映像が止まりました。映像が止まりました。おっと、番組は終了しましたって。ああ、延長してない。どうするこれ。今もうそうだ、CPU をあれだけど。ひでー。おらいです。
こちらで指示を5分切ったら指示出そうと思ってたのに。どうすっぺ。YouTube が流れてます。YouTube は流れてますよね。どうすっぺ。流れてるからね。うん、気をつけてね。はい、で、どうしよう。これで、今撮れます、はい、YouTube をご覧ください。今、ニコ生の放送止まっちゃいましたですね。止まっちゃいまして。延長忘れてました。そう。ということで、968CB。早いわね、ね、もうすぐ1000いくる。これちょっとこうバックアップ1000いきますよね。どうします。 YouTube でいきます。 YouTube でいきます。はい、はい、ニコラマの皆さんには大変申し訳ないですが、もういや、どうすんのこれ一体。ね、どうしようかな。あれなんで、ね、30分ごとにしか撮れないんですよね、確かね、うん、枠は。はい、はい、というわけで、うん、はい、どうしようニコラマの皆さんはYouTube で見ていただくしかないですよね、これね。そうそうそう、はい、しかないんだけど、どうしようもない。どうしようもないよ、これ。いやー、いやー、新年早々すごいな、これも。やっちゃいましたね、一発目で。1時間枠で、そっか。1時間枠で撮ってないんだ。もうしょうがない。しょうがない、ね。しょうがない、しょうがない。もう開き直るしかない、ね。開き直るしかない。はい。はい、ということで、というわけで、まあ、TS15 でやった場合はこれですけど、うん、もうちょっとね、多分冷却ガッとやれば、もう少しスコアが伸びる可能性もなきにしもあらず。ちょっと待ってね、はい、YouTube 開くってなんだこれ、何やってんの、あなたです、もう新年から。いや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 、だからなぜ君は私のせいにしようとするの。あなたのせいじゃなくて、あそこに張本人のあれがいるじゃないの。なんで人のせいにするの。あなた、いや、ね、人のせいにした方が楽だから、気が、ちょっと待ってねしょうがないね。カメラに切り替えよう。そう、カメラに切り替え。はい、カメラに切り替え。よいしょ。これじゃねえや。さあ、いったらと何やってるんですかね。ちょっと待って。あれね、YouTube のあれを。YouTube 開かないと。うん。わけがわからんので。はい、というわけです。今ね、ソイサさんがちょっと今、悪戦苦闘した間に、はい、僕の ZEP270、ゲーミング形式をやや見せびらかしますけど、はい、今回はでもね、結構アソロクロマザーはちょっと変化あったんですよね、今回ね。何があった。いや、あれよ、 OC フォーミュラがないでしょ、今回。ん？ OC フォーミュラがないでしょ。エクストリーム4があって、その上にゲーミング形式が来て、でスーパーキャリアっていうなんか結構てんこ盛りなやつが来たけど、OC フォーミュラないんですよね。理由ご存知？なんで？これはね、メーカー商品なんだけど、一応、次の謎チップセットの ために、もうリソース割いちゃったから、Z27 まで一応スキップしましたってみたいなこと言ってましたね。ほう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 。はい。なるほど、ね。で、まあ、その CPU は今何かっていうと、あれなんですけども、一応多分、僕の予想だと、キャビレーク X とか、そっちら辺じゃないかって。キャノンレークって話は聞いてないので。さあ、大変なことになってますね。あ、来た。ニコ生急に音が聞こえ。本当にさ、もう。あ、よかった。よかったね。はい。来たね。はい。ウォッチドックス。はい。はい、で、これはもう切り替えるの画面。いや、はい、ニコ生から来ました。すみませんね、本当にね。すみませんね。ニコ生で延長するの忘れた、うん、延長するの忘れた。忘れたっていうか、見てなかった。見てなかった。見てなかった。5分前にね、はい、出るんだよ。メッセージが。9はね、うん。はい。そう。いやいや、誠にいかんですよ。そう。19時枠になるらしいからね。はい、あ、もうこれもいらないもんね。あ、そうね。確かにね。いや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 。はいはいはい。本当に。で、うん、今、シネベンチで、まあ、スコアはこんだけ違いますよ。はいはい。今、最新の i5 の方が、うん、6年前の、i7 より、ちょっと早いんだよ、うん、みたいな。7700の、うん、K のスコアもう一回見せろ、うん、了解、はい、こっちだね、キーボードね。あ、そうそうそう、うん、あれ、このとこ先か、いいよ、もう一回やった方がいいね。うん、やりましょう。はい、切り替えます。よっかせ、いいよ。いやー、焦ったね、本当にね。本当だよ、もうどびっくり。私ね、この関係のことやるのにね、うん、ずっとクリスマス以降からずっと今に至るまで、うん、ほぼやってて、毎日ああでもない、こうでもないみたいなことで、もうベンチはあなたの仕事ですから。いや、とはいってもな、うん、メーカーからさ、試作品でもらうみたいに来るでしょ。で、それが挙動が読めないから、うん、そう、何が正解か分かんないでしょ。これもさ、結局あれなのよ、最初の要するに、ユーティリティツールだとかは全滅で、うん、
っぱり入れ直しになっちゃったね。600いくつだっけ、2600K の方が、そうそう、2600の方が600いくつだよね。はい、はい、で、7600K の方が680何もなので、うん、ちょっと上がった、はいはい、で、これが、今ですね、980ですね、はい、大体ね、はい、ということですね、非常に早いと、うん、はい、ああいう感じです。よかったね、よかったね、はい、いや、ちゅうかよかったも何も、もうニコ生から結構皆さん来たから、おじいちゃん頑張ってあのファンがうるさいのはね、あの TS15A っていうね、あの重積クルーだからしょうがないですね、はいはいはい、フレッシュ忘れてる、はい、これもね、あれなんだよ、あのいろいろあるのよ、まあね、そう、いろいろある、はい、まあ、まだトラブったんですよね、要するにね、まあね、はい、話はね、はい、で今日、うん、もう一個面白いのが、はいはい、まあ、シネベンチでこんだけ差があると、うんうん、で、もう一個ね、強烈な差が出るですもんね、僕は、ね、何が挙げたいかというと、はいはい、まあ、円弧とかも、うん、まあ、やっぱ差があるんだけど、うん、僕はね、ゲームでの差をアピールしたい、はいはい、っていうのも、まあ、要するに、フレッシュシステムに強力なグラボ、うん、ビデオカードを乗っければ、うん、なんとかなんじゃないかみたいなことを、うん、まあ、考えてる人っていうのは、まあ、少なからずいると思うんだけど、うん、それが違うんだよ、うん、今のゲーム、CPU も大事だよ、うん、1080ということで、うん、まあ、6年前のシステムと最初のシステムで同じ、はい、1080のファーミングを突っ込んであると。ただメモリはこっちが8ギガでこっちが16ギガということですね、はい、はい、で、じゃあ行ってみましょうか。まずは、まずフリーホーからいく、フリーホーでいく、フリーホーからいくのか、はい、感動的だから、うん、その分、うん、よいしょ、さあまたね、これでまたトラブルと、うん、いいかげんにして、おじいちゃんもうさ、新年早々からさ、俺のせいじゃないって、あんたのせいじゃないの、そうだよ、もうさ、もう、うん、トラブルはごめんつらいよ、もう本当だよ、しかもこうウィンキーのないね、うん、キーボードをね、もうドヤ顔してね出してくからね、余計なんか見る、トープレだよ、トープレなんだろうかね、うん、使えないキーとか、あ、大事なキーがなくなるとね、ないと困るんだからね、ごめんなさい、よっ、人のトープレを倒すわ、よっと、で、来てるな、はいはい、いいじゃんね、うん、はい、で、じゃあ、はい、で、うん、で今回何のゲーム楽しかというと、うん、はい、ウォッチドックス2、はいはい、なんでございますね、はい、あれだっけ、ハッカー集団のあれだっけ、そうなんか、いろんなことをするハッカー集団の人、まあ、そう、で、前作でちょっとね、あと雰囲気明るくなってね、うん、まあ、舞台がシカゴからサンフランシスコに行ったせいもあるんだけど、ああ、なるほどなるほど、はい、結構陽気な感じで、ほうほう、はい、それはいいとして、うん、ちょっとうるさいね、多分ね、それは、サウンドデバイスをあっちに変えて、このミキサーにこれね、うん、あのほらウィンキーがないから、うん、デスクトップが出ないのよ、アルトタブで飛べばいいじゃん、飛べないよな、これそう、あの違うプロセスが立ち上がらないから、はいはい、はい、まあ、ちょっと待ってね、KTU でログイン、微妙にね、ちょっとログイン遅いんですけど、これ指ソフト、はいはい、で、一応、うん、まあ、今ここに画面左端の方に、まあ、フラップスの、フレームレートが出るんですけど、はい、まあ、それ見ていただいて、はい、60、はい、30、多分ね、音はこれから出てるのがうっすら乗るんで、はい、うん、まあまあ倒れたり落ちたりしてるんだけど、綺麗じゃん、めっちゃ綺麗じゃん、まあそれは TD ですからね、うん、とりあえず、60、63、62、あ、俺ここ歩いたことある、うん、ここ歩いたことある、一応設定かみそうから、うん、アップねー、オッケー画面超綺麗ですよね、うん、はい、まあ、こんな感じで、うん、あ、でもここはちょっと変わんないかな、1080のファウンダーズエディション、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとね、ちょっと待って、一回押させてね、うん、いいよ、だからウィンキーが欲しいんだよ、これは。もう一回言うの。パフォーマンス見せたいと。結構ね、これが大事だったりするのね。うん、4コア8スレッドでしょ、2600K も。そうそうそう。うん、ただまあ、最新のコア ISM と、まあ、うん、コア数は、論理コア数は同じなんですけどね。うん、
2600K 俺も結構長く使った記憶があるよ。あれはなかなかいい CPU でござった。まあね、まあ、だから未だに使ってる方も多いんですけど、うん、そろそろ変えましょうと。ハッカーね、そうそうそう、綺麗ですな。結構しっかり CPU 動いてるね。でもこれがまだ序盤だけど、ゲーム動いてからが結構見ものなんつうか。とはいえね、リリース直後に比べると結構 CPU の負荷が下がってきてるんですよ。最初はねびっくりしたぐらいに CPU 負荷が高かったの。メモリがさ、もうあれだね、5ギガぐらい使ってるね。5ギガ、うん、最終的に言ったら多分ね7ギガぐらいいくと思うんですけども、ほら見て、あ、本当だ本当だ、へばりついた、全部へばりついたじゃん。でしょ、うん、物理も論理も、そう、もうあのほぼね 100% 振り切るの。振り切ってすごいね。あのこれあの有名なこの急な坂のところね。はいはいはい、ここに行けなかった、時間なくて。すごいな、完全張り付きじゃん、このゲームね。その前割と、うん、で、まあこんな感じになると、うん、お、メモリも6ギガいった、ほぼほぼ6ギガ、はい、まだ 5.9 だったよね。そう、うん、お、ちょっとちょっと、まあ、若干こうね、うん、あとまあオブジェの状況によって変わったりするんです、うんうん、なので、うん、必ずそうなるとは言えないけども、うん、100% 使い切りがちになりますよね、これね、うん、なので CPU の方で足を引っ張ったりするときはなんですが、ついにいっぱいになっちゃった、はい、うん、なるほど、まあはい、まあ、これがどうやっていただいて、うん、ちなみに今が50あたりを FPS はうろちょろしてる、はい、はい、よいしょよいしょ、これを新しいシステムやっとどうなのかっていうのを、うん、まあ、お見せしたいみたいな、よっと、よっ、はい、えっと、でもあれね、今回の Core i7 のパッケージさ、うん、よく見ると一番上のところにね、うん、一応あの、グレート VR パフォーマンスエクスペリエンスが書いてあるのね、うん、うん、で、新しいシステムで、よいしょ、見て、はい、で、すみません、こっちの方、あ、来てる来てる、来てますか、来てる、はい、はい、で、同じように、で、今回ほら、しょうがないダイソンかよこれ。だってあなたはだってグリス塗ってなかったのもんね、横に。いやいや、まあね、はい、うん、さあどうなるか。メモリは順調に同じように使っていくもんね、やっぱりね。そうそう、16ギガだろうと8ギガだろうと、いっぱいになった時は大変だもん。これほぼ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 ダイソン870現役ですって方がいらっしゃいますね。うん、うん、まあね、なんか物持ちがいいのはピッチャーよろしいんですけどね、はい、ことピッチに関しては変なね、変な特区を積むこともないし、喧嘩売ってるか、いやいや、何言ってんの、喧嘩売ってる、何言って、新春からそんな喧嘩なんて売るわけないじゃん、売ってんじゃないですか。いやいやいや、今年もいきなりさ、ちょっと一応グラフィックの確認だけ OK、まあまあ、フレームレートというのは一番分かりやすいのは多分ね、うん、CPU の負荷なので、うん、で、今回、700K は、4.5 で、うん、マックスターボマックスの 4.5GHz なんですけども、まあ今でもほぼ 4.45、はい、うん、回ってると、うん、でもあれだね、まだまだいわゆる、まあ、マルチコアエンハンスメントに来てるんで、うん、全コア 4.5GHz で回ったことが結構多いですよね、うん、はい、切り替えたら見入ってないの、いやいや、見入ってないで、はいはい、画面、はい、画面来ました、ちょっと待って、ね、はい、ちょっと待って、ね、大丈夫、うん、大丈夫大丈夫、あれがね、タイムラグが結構あるんですよ、 YouTube の方は。キーボードこっちかよ今行く、大丈夫、おじさんだけコメント見てくれ、ちょっと待って、今変わったから、もう、あ、これがなんか到着するのにも時間かかるわけ。本当に、そう、ほら、今
あ、本当だ。そう。結構時間くんだよ、これね。じゃあ、そう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 。うん。コメント拾う、ごめんね。うん。はい、まあ、こんな感じで。はい。はい、これはまた、モブの状況っていろいろ違うんですけども、うん、若干読みてきて、出てるでしょ、うん、若干ね。若干。若干ね。だから、7話だけ思ってしても、うん、ウォッチドックス2の、うん、結構画質高くするとこんな感じなの、うん、これさ FPS も若干高めに感じるんだけど、高めやっぱり高め、出るんだ。シーンによっては結構倍近く違う場合もあるんで。あ、そう。はい、うん、あ、聞かれちゃった。何してんの、画面見えないかと思ったはい。で、クロックの方も今 4.45 って言ってるでしょ、うん、確かにね。はい、だからまあ高クロックで分回る、うん、700K もとしても、うん、こんだけ差が出てますみたいな。なるほどね。メモリの方は 6.8 であれだね、平行になってるね。そう。なので、8ギガではなんとか動くんですよ、うんうん。で、ちなみに、うん、これ、メモリが、足りないから、うん、サンディの方、なんていうの、2600は、パフォーマンス出ないんじゃないよっていう言うかもしれませんけども、うん、こっちのメモリを片配、うん、シングルチャンネルの8ギガにしても、うんうん、やっぱり700が早いの。なるほどね。CPU の分だけ。はい、ということでございます。パネ、確かに。はい、そこまで訴えたい。ただ、うん、まあ、これの状況ね、うん、今後、だから、ウォッチドックス側の改善で、変わってくる可能性もあるんで、うん、今のところはこんな感じ、うんうん。はい。なるほどね。まあ、だから、ぶっちゃけた話をすると、その、2世代、3世代前の人は、もう買い替える価値十分ある。まあ、ちょっとその辺は後で言いますけども。うん、あともう一個、将棋のところの話をしようか、うん、はいはいはい、ちょっと取ってきたんですよ、これでも、うん、なるほどね、必死をこいて、ほうほう、ちょっと待ってよ、どんどんどん、まあこんな感じで、はいはい、これは OCCT を使って、はい、CPU リンパックのテストをしただけで出てるんですけども、はい、まあこんな感じ、ざっくりと、うん、はい、で、高負荷時と高負荷時の AVX 使った時と使ってない時みたいな、うんうん、感じありますけども、うん、どっちのパターンにおいても、うん、6700K よりも若干消費電量下がってます。うん、うん、確かに。ほんの少しね。ほんの少し。うん、で、あれよ、6700K はクロック低いのよ、うん、微妙に。4.2 なのよ。4.5 なのよ。やっぱり、7700K の方が若干、下がってるので。コントロールが良くなったってこと？そうそうそう。うん、なるほどね。いろいろその、ファインチューンされるみたいで、うん、まあ、電力化の管理関係も良くなってるみたいな感じですね。うんうん、はい、あれだよね、興味深いのは2600との比較ですよね。そうね、そう、パフォーマンスがあれだけ違うのに、やっぱりまあ低いことは低いけど、うん、要するにこれだったらさ、パフォーマンスのいい方を取ろうかっていう気になるもんね。そうで、これ大事なのは、マザーがマイクロなので、うん、マザー側の消費電力ってあんまり考慮されなくて、うん、あんまり逆にむしろ低いからね。なるほどね。単純に CPU の、うん、燃費の悪さがここに来てる。なるほどね。それちょっとサンディブリッジは、うん、ワッパ的にちょっと厳しいかな的なね。あれさ、加藤さんさ、うん、アイドル時のさ、消費電力なんだけど、うん、7700K の方が低い。7600K より。あ、これ、スワットの2、3ワット誤差。だから誤差ね、誤差ね。そう、はいはい、ただね、今回ね、僕のテストしたね、7600K がね、妙にね、消費電力少なかったのよ。無印7600よりも、消費電力少なかったよ、ね。ちょっとね、わけわかんない現象があったから、うん、まあ、テスト用まだだったし、まあ、その辺の、のも、ね、誤差も、若干含んでるかもしれない。なるほどね。はい。まあ、マザーボードが変わるとね、電力っていうか電圧フェーズのところが違うから、結構消費電力って変わるっていう話もあるからね。そう、LED も切って、そう、面倒それはまた別なんですよ。LED 切ったり、いろいろやったんだけど、うん、やっぱり違うのよね、うん。うん。なるほどね。はい。で、これ、6700K 同じ、6700K と6600K 同じマザーに乗っけてるんで、うんうん、マザーによる、スカイレイクとカビレイク S の、うん、差はないので、差はないね。はい。純粋の CPU だ差だけです。ほう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 。はい。なるほど、なるほど。はぁ、6700K と比べて若干低い。はい。面白いね、これは。確かに。ね、はい、はい。一応、だから、プロセスは変わってないけども、うん、やっぱり設計がちょっと、微妙に変わってるんで、うん、その分が結構、お得になってるみたいな感じですね。うん、はい。はい。じゃあ、こっち。はい、はい。で、さっきの話。はいはい、はい、はい。カビレイク S の買い替えラインは何か。うん、とりあえずね、大世代、リンフィールド、うん、もう買い替えてください、もう、まあ、それはもう買い替えようっていうか、もう、これはもう、お蔵入りしよう。
そう、まあ、それ全部ね、それも段違いに、うん、あの差が出てますんで、はい、で、サンディとアイビーについては、うん、ちょっと厳しいかな、うん、まあ、使える、まあ、使ってる方もいらっしゃるので、うん、まあ、無限にね、うん、言わないけど、まあ、買い替えた方がいいんじゃないかと、私はお勧めしたいですね、うん、はい。私もそう思います。で、問題はね、4号世代なのね、うん、で、まあ、まあ、ブロードウェルの方は、うん、まあ、貴重品なので、非常にね、貴重品なので、はい、売らない方がいいです、うん、あとは、ハズレの上。うん、4770K とか 4790K を持ってれば、うん、まあ、ちょっとね、買い替えなくて、まあ、性能的にはね、うん、まあ、十分戦えるんだけど、まあ、うん、下位モデル、うん、i5 の下の方とか使ってるんだったら、うん、まあ、この辺ちょっとね、上位モデル変えた方が、結構、待ってろ、体感できるスピードアップができるんじゃないかみたいな感じですね。うん、はい、マザーボードがね、やっぱり。そう。うん、もう、その、新しい機能がどんどん出てきて、うん、で、M.2、NVMe の、はい、でも、超高速なわけだから、はい、そこをね、できれば狙ってほしい。それだったら前のね、Z170 でもそうじゃんって話もあるかもしれないけど、まあ、最新のは Z270 だから。そうだね。うん、はい、そうね。あと、まあ、M2 のほら、SSD を PCI Express のカードに変換しているもの、ね、うん、はいはい、あるけども、やっぱりね、うん、そのまま使った方がね、うん、楽なことが楽なので、そういう、まあ、そういう、まあ、気楽性を取るんでしたら、やっぱり、うん、最新のプラットフォームがいいんじゃないかと思います。6個は欲しいです。はい。確かに。はい。で、もう一個、はい、ね、スカイデックから、はい、さすがにちょっと ね、ここからね、6700K持ってる人に、ね、これ買ってくださいってね、ちょっと言えない。2番目はね、俺ね、もう全面同意。はい、新しいもの好きなら買え。そう。そう、もうこれはもう、その通りです。まあ、自宅業界に魂売ってるんだ、買えみたいな感じなんですけども。そうそうそう、うん、はい。まあ、そうではなくても、まあ、CPU だけね、乗、せ替える手もあるので、うん、はい。まあ、だから先に、270まずは買っといて、うん、CPU だけ、スカイデックにするとか、逆に、今までのマザーに、キャビデックを乗っける、まあ、バイオスデータの話ですけども、はい、手もあるので、まあ、まあ、ぼちぼち買い替えてもいいかもしれないけども、今すぐとは言いません。うん、はい、あとは、キャビネックですね、うん、まあ、空冷 5GHz 報告もあるんですけども、うん、オーバークロックの。どうもね、話をいろいろ総合してみると、やっぱり、Z170 マザーに乗っけるよりは、270マザーに乗っけた方が上げやすい、うん、上がりやすいみたいな。あとはね、5ギガ以上で安定させようと思うとね、やっぱりね、空割りっていう話がどうしても出てきちゃうんだよね。まあ、そのね、中のね、はい、まあ、マグリスというか。これだけ、まあ、プロセスが、シュリンクしちゃって、熱密度が高くなると、どうしてもね、うん、グリスだとちょっと きつい場合あるので、やっぱり、ね、リキプロ化するとか、その辺の工夫は、うん、いるでしょうけどね。でしょう。はい。はい、感じですな。はい。はい、次に行って、はい、で、明日ですね、1月7日土曜日、秋葉原ですね、明日ですよ、秋葉原 PC 帰れる、こっから11時半、朝早いんだけど、10時半だよ、10時半集合はで、やめてくださいよ、 PC ショップでですね、はい、店頭にてですね、高橋さんですね、鈴木さん、ライターのね、はい、そう、ライターの鈴木さんの方のチームとですね、あとですね、加藤さんと、それからですね、パルパ編集長の佐々木さん、こちらの方のチームに分かれてですね、方言対象とそれを諌める係ですね、うん、そうはい、うん、というのがですね、共にですね、この各店舗参ります、はい、で、いろいろですね、キャビレック S のですね、魅力とか Z270 に関してですね、あれこれ、行って歩きます、はい、で、他にもですね、いっぱいチームが、回るそうなんですよ、アスキーのね、うん、アスキーのマシャサルチームとかね、はい、回ってるんで、うん、あとNVIDIA チームとか、はいはい、うん、回るんで、秋葉原、カビレイクのことを知りたいとかですね、まあ、そういうイベント、ちっちゃいイベント楽しみたいっていう人はですね、ぜひですね、明日ですね、1月7日、秋葉原の方にですね、足を運んでいただければなというふうに思います。秋葉原5店舗縦断。5店舗縦断。なんかね、タイが、結局、なんか5だか6だかって、そう、あるんでね。ごそごそ回るんですよ。休憩時間これどうすんのみたいなね。休憩時間はあれですよ、多分立ったまま。立ったままでね。そうそう、うん、気がついたらジャングラに並んでブラックだね。いや。まあそんな感じでございまして、はい、まとめですな。はい。ドン。はい。で、っていうの言いたいこと。まあ、言いたいこと。言いたいこと。まあ、キャビレクエストが出ました。うん。ね。うん。まあ新しいマザー CPU のマザー出て。もう買っちゃった。今年も順調にね。カルマがたまるよ。何がカルマか。やったら耐えちゃうみたいな感じで。何が得だよ。カルマ別でしょ。それは全くね、私の言いたいことですよ。はい。私の言いたいこと。あなたも言いたいことあるの。言いたいことあります。はい。はい。今年も順調に耐えてるよ。もう新年一発目からさ、放送はなんか千田さんにされるよさ。本当だよ。まだ治ってないのあなた。治ったよ。大丈夫？いや、わかんない。もしかしたらもっととんでもないものかもしれない。何を？インフルさんとか。いや、めっちゃよね。肺炎さんとか。そう、あのね、聞いた話によると、はい、
新婚であまりにもハッスルしてしまって、うん、ベランダに出て、はい、いろいろな、まあ多分夜空とか見てたんだと思うんだけど、うん、これでですね、肺炎になってしまったっていう。当人の目はよくそうですね。いやいやいや、というのもです、聞いたことがある。はいはい。はい、まあそれは置いといてね。まあとにかくですね、明日、1月7日、はい、秋葉原ですね、加藤勝明と握手。はい。ちょっと待って、最後にちょっと見せておこう、はい。加藤勝明と握手。高橋俊哉と、ね、ツーショットね。ツーショット。全く、まあそんな感じでですね、下手に並ぶと風邪移っちゃうよね。え、なんか下手に並ぶと風邪移っちゃうよね。風邪移っちゃう。あのカビレック S ですね、はい、こちらの方ですね、あの注目されている方はぜひですね、いろいろ楽しんで見ていただきたいなと、はい、いうふうに思います。ノイズの原因を知りたい。この人そう、知らないよ。本当に、なんだろうね、あれね。え、初期不良だと思う。初期不良、うん、僕初期不良にあれか、たまってコンデンサーかなんか一つだから良くなくて、うん、溜まってるのが出るか。そう、あ、そういう感じで、はい、うん、でもどうやってそれ原因追求しようかね。まあ、そんな感じでございまして、割とあとね3分ぐらい、何よっか、何よっか、何よっか。まあ、とりあえずあのすいませんでした。本当にニゴ玉の皆さん、ね、すいませんでし た, でした。すいません、もう新年早々グダグダな放送で、5分前というのを見てる余裕がなかった。私は加藤さんを抑えなきゃいけなかった、立場的に。ちょっと待って、何、加藤さん、加藤さん、加藤さん待って、加藤さん待って、私は悪くない。ひどい責任とかじゃない、あなたのいきなり。昨日じゃない、下町ロケットってドラマ知ってる、うん、知ってる、うん、あれさ、2日連続でさ、全部やって、あれ見て、うん、で、あれにちょっと今影響を受けてる。どんな影響？ね、大行に何でも言う。加藤さんがみんな悪いとかね、顔芸しながらね。そう顔芸しながら、はい、思いのほかですね、面白いドラマでございました。はい、飯は食わねえと、飯の時間、全く毒電波だよな。うん、そうね、飯の時間ないでしょ、この本スケジュールね。うん、まあ飯はね、いくらでも、あの途中途中でコンビニもあるし、いいですよ、大丈夫です。うん、じゃあもう一回ちょっとこれを出しといて、はい、あれしましょう。あ、こんな感じですな。いやでもあれだよね、うん、秋葉原結構潤沢に在庫ありましたね、うん、ある、はい、だから今回ね、あのタイミング的にやっぱり動きが多分明日なんですよ。そうですね、メインが、うん、まあ、金曜日だからね。そうそうそう、はいはい、明日じっくり回ってね、各店舗回っていただいて、うん、回っていただいて、はい、値段を吟味して、まあ、製品を吟味してですね、はい、自分の好きなものを、はいはい、買って、ぜひぜひね、秋葉原の、だからまあ自作 PC 業界のためにみたいな感じで、はい、ビカビカ光るよ。得もたまるよみたいなね。本当だよ、もう、はい、大変。キッカーさんがですね、思いのほか素晴らしい演技をされていて、何の話してるんだった。いやいやいや、下町ロケット、そうそうそう、もう腹飛ぶんだけど。だからじゃあここに出てるから、あの YouTube のコメントと我々の時間は結構ズレがあるんだから。あ、そっかそっか、はい、まあ、そんな感じでございましてですね、ということかな。これでほぼほぼ、おしまいということで、皆さん明日お会いしましょう。そうですね、明日秋葉原ですね、はいはい、11時半から、各店舗で、各チームが回ってますので、はい、秋葉原にいれば、うん、多分何かしらのチームに出会うと思います、はいはい、で面白がっていただければなというふうに思っております。はい、はい、ということですね、今日はですね、いろいろありましたが、はい、ありすぎだよ、新年一発目から終わりにいたしましょう。はい、はい、ということで皆さん、さようなら。さようなら。さようなら。もう映ってないけどね。映ってないけど、一応映しとこうか。はい、さようなら。で、フィニッシュと。